沢秀則さんはちっちゃい時ピアノ習ってそう。田口仁さん、田口仁さんでしょ。友達に、おいよいよ最後で、友達に全然よ、ありがとう、時計を見せてくれてありがとう、よく、漫画借りて返さなそう。もちろんよろしくお願いします。ありがとう。竹岸和弘さん、竹岸和弘さん、竹岸和弘さん、竹岸こうカヤックとかよくあのメジャーじゃないスポーツやってそう。竹岸和弘さん、竹下ゆうきさん、運転するの上手そう。武田浩一さん、やばい間違えた。浮気しそう。竹花風見さん、花火大会の帰り道に告られてそう。竹原武史さん、YouTube に無断転載してそう。しかも竹原武史さんは2枚ありますね。ああ木原武史さん、もう一枚からいきます、はい、あーやばい、果てしないな、きついな、精神的に削られるわ。なんかちゃんと一枚一枚思いを込めてるからか知らないけど、思いっていうか偏見。多賀和則さん、毎朝コーヒー飲んでそう。
田代一生さん、高学歴っぽそう、多田明彦さん、俺に何か足りないところがあるなら言ってって言いそう。立松安勝さん、あ、帰るの？お疲れ。またね。かわいい、そうよ。立松さん2枚。立松安勝さん。盆栽好きそう。めっちゃ優しい人、この人。田中恵里奈さん。恋バナ真剣に聞いてくれそう。はい、田中恵里奈さん。リカちゃんの素が見れてる。いつも素なんだけど。田中恵里奈さんも2枚、立松さんも2枚で、田中貴博さん、お酒強すぎて4次会ぐらいまで残りそう。田中義久さん、焼きそばパン食べながら仕事してそう。谷川明宏さん、まあどちらかといえばナースのコスプレ好きそう。谷義則さん、どちらかといえばメイドのコスプレ好きそう。玉谷和夫さんがすごいある。図鑑好きそう。虫図鑑とか鳥図鑑とか好きそう。玉谷和夫さんが4枚。した偏見の後にド直球の偏見来るの好き。待って、これ何個書いた？もう一個だ。玉谷
和夫さん。やばい。ちょっとあのあれが足りなすぎて、エネルギーが足りなすぎて手が震えてきた。ちょっとお茶飲まして。チェンプオハンさん、この方も日本の方じゃないのかな。タオルふわふわに洗濯しそう。チノネ夏味噌、珍しい。チノネ、完全にチノネに引っ張られてるんだけど、フェットチーネグミ好きそう。はい、ジャンジーさん、数学得意そう。チュージョウユーさん、ジョウユーさん、彼女5人ぐらいいそう。彼氏かな。塚田大輔さん、辛いもの好きそう。辻加随一さん、辻和一さんか、和一さんか。どこで区切るかわかんないよ。辻和一さん、ラーメンは醤油派ぽそ。対馬純子さん、ヘアハンドメイドアクセサリー作りそう。土江誠さん、なんかめっちゃ手いい匂いするんだけど、なんでだろう。土江誠さん、ごま油何にでもかけそう。土屋すばるさん、カラオケの箱スピッツ。手塚つみきさん。どこで区切るかわからん。ドリンクバー混ぜるタイプぽそう。テルイトールさん、
セルイトールさんは それなりにモテそう。デンのゆかさん、超絶かわいい、大好き。大好き。おしめん。でんのゆかさん。ドウオンとしおさん。すごいね。ドウオンとしお。ピアスいっぱい開いてそう。富田竜也さん、富田竜也さん、家にサボテンありそう。え、私すごくない？引き出し多くない？富田竜也さん、どやきわこさん、え、どれ、どこまでが、どこまでが何これ。どやきわこさん、どやきわこさんかな、それともどやきわこさんかな。え、どやさんは逆にギャッシギャシのタオルの方が水吸うから好きそう。永井康介さんが3枚。永井康介さんが3枚だよね。あれ、さっきゆかちゃん2個書いたっけ。あ、書いてるわ。しっかりしてんな、私。永井康介さんが3枚。はい。永井康介。ファミレスの待つボードに違う名前書いてスリルを味わってそう。好きな子の名前書いてそう。中方高義さん、ロマンチストっぽそう。中方さんも2枚。中川翔吾さん、怒ったら怖そう。長沢浩一さん、リーダーシップ発揮するタイプっぽそう。長澤まりこさん、行ってきますのチューするタイプっぽそう。長澤まりこさん、
中島もと子さん、得意料理卵焼きっぽそう、中野純一さん、運転争う長野原つとむさんが2枚、長野原つとむさん2枚だよね、はい、長野原つとむさんって言ったっけ、今言った、私偏見、ゴミの分別しっかりしそう長野原つとむさん、中村えりなさんが6枚、すごい最高記録、中村えりなさんは可愛い、私さ冷静に考えて偉すぎると思うんだよね、オーバーワーク、今4枚、あと2枚、ね、偉いよね私。偉いでしょう。はい。ちょっと一旦休憩。ここまで帰ったと。はあ。書いて偉い、偉いでしょ、まだね半分も行ってない泣きそう、人気がすごい、そんなことないよ、そんなことないですよ、
名前呼ばれてもね、あのあれしない方がいいよ、名乗り出ない方がいいよ、いろいろご時世的にも。脳みそギュルンギュルンしてそう。いや意外に脳死で喋ってる私。考えてる時もっとおもろいこと言ってるだろ。失礼な。いやもう脳みそね殺してる。黒髪になったんだ。でもねちょっと紫、青み強いかも。うん、なんか多分糖分足りなくてめっちゃ手が震えてきてたからご飯食べる。お腹空いてて眠い状態って一番やばいと思ってるんですよ私。今それだから限界疲労サインです。でも見て見て、リカねギャルだから鏡にデコった。可愛くない？ここにね、ここにねめっちゃ可愛いひなたがいるので、これゆかちゃんが作ってくれたクラウディーカウディのツグとリカのシール、かわいいでしょ。ちょっとやこれ食べるかいらないよ。いいんです、何だったパスタとドリアみたいな。いいんです、選んでください。てかこれで多分十分大丈夫です、うん、ありがとうございます。かわいい、何わざわざ聞きに来てくれたんだけど、いい後輩すぎるわ。これ本当はお昼ご飯だった。お昼ご飯食べずにレッスンしてたんだよね。え今日マジで偉いリカ、だって お話し会してるんでしょ、でサイン書いてる、あとはレッスンもしたしご飯も食べてる。偉いんだ。うん、あのさタワーナインさ今週中に書くからおはようございます。あれあれしてる、ショールームしてる、
ギャルが着弾した。野生のギャルが現れた。距離がないと海量違うんだよね。なんか静かだなと思ったノエいなかったわ。めっちゃチンするやん。私なんてな、セブンでお弁当買った時にチンしてくださいって言ったら、多分その方が日本の方じゃなくて、ん？って言われてチンしてくださいって言ったら、なんか電子レンジのことですかって言われて、あ、はい言って、めっちゃ恥ずかしい思いしたんだから。チンしてくださいって私3回ぐらい言ったんだけど、めちゃめちゃシュールな時間流れてた。うん、チンしてください、チンしてください、何ですか、チンしてください、電子レンジのことですか、はい、お箸なんかお付けしますか、1個で大丈夫です、温め少々お待ちください、温めすごい強調されたんで、温めてくださいって言えってことだったのかな。めっちゃ強調された、温め少々お待ちくださいって言われた。うん、なんか半切れだった。でも私が悪い。それに関しては私が悪い。チンしてくださいって言わない？ほんとにさん全然違うけど、めっちゃ似てそう。え、言っていい？めっちゃ似てる。今ね、似てると自負してる。言うよね。
確かに海外の方にはちょっと分かんない表現だったかなと思って、本当に申し訳ないと思ってしまった。でもね、ほんのなんか、あ、外国の人だなって思う見た目の方じゃなかったんですよ。ちょっと見た目で判断するのも本当に申し訳ない話なんですけどでも日本の方かなって思う見た目をしてたので、普通に言っちゃって、で私結構自炊するから、もうセブンでご飯買う時とかってやっぱ限界疲労の時なんですよ。もうこんな顔して行ってるわけ、コンビニに2人ぐらい殺してきただろっていう顔をしてるわけだからいや本当に、うん、こんなんで行くわけ、もうそれはね、だからチンしてくださいみたいな感じだったから、よくなかった。だってコンビニのドアさ、こういうタイプとこういうタイプあるけど、こういうタイプだった時さ、こうやって肩でテレテテテテンテレテテテこうやって入るからね、半ばゾンビよ半ばゾンビ、うん、だからバレたくないの。私は道端でバレるのが嫌な理由、これもうほんと疲れてる時マジでこうやって歩いてるからファミマ、そう、入店音が分かりやすいのがファミマだったかなと思って、セブンはトゥル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 ンっていうねちょい前傾してる、開けないですか、こうやって最初だけこうやって引っ張って体重で持っていって、そっからこの肩でやるやるのよ、本当にこれガチだから。いやしないです。確かに新潟自動ドア多いよね、だけど東京はこういうね、ちょっと待ってね、え、ガチで待って、これ本当にあれする、充電する、なってるかな、なってる、ごめん、髪の毛伸びたよね、伸びたね、確かに。だいたいさ、まあ
ブラジャーの真ん中ぐらいまで来たらつまりはってことなんだけど、ブラジャーの真ん中ぐらいまで来たら髪の毛が伸びてるって判定するんですよ。結構来てるよね。うん、この話したよね前ね。髪の毛で隠せた、そうそういうこと。え、頭いいね。何天才ザえ天才なんだけど、ザ勘のいいガキは嫌いだよ。でもだいぶ髪の毛本当に伸びた。え、黒髪どうどう、逆に聞くんだけど、どう、逆に今日美女良くない、本当にごめん、疲れてるからかな。昨日もさ、結局さ死んでたの家で、もう疲れて、だから死んじゃってた、ごめん疲れて家で死んでたの。なんかやっぱ生放送って体力削られるんだなって思い知ったんだけど、そう生放送やったから疲れてて、その後もお仕事あったのね。でその後お仕事終わってから美容院行ってるから、めっちゃ疲れてたからショールームできなかった。お家帰って2秒で死んじゃってた。え、美女良くないよ今日本当に。誰か解釈一致して今日美女良くなくなくない、いつもよりは。だってこの時の方が可愛いもん。可愛すぎるお腹いっぱいになっちゃった、後で食べよう。ちょっと後でちゃんと食べます、今じゃない。え、なんかさダイエットしてたから多分胃が縮んでるんだよね。だから一気に食べるとなんかこの胃の上のあたりが痛くなってきてるもうやばいよね、歳なんかな。はい、じゃあサイン書きます。中村健二さん。あ、でもさっきより手が震えないから書きやすい。中村健二さんは歯医者で痛い時手挙げてくださいって言われて素直に手挙げそう、中村直子さん。こっから脳死してるから私、よろしく。
中村直子さんはバーベキュー好きそう、中村春則さん、ナチュラルに空飛べるって思ってそう中村久則さん、トンネル愛好家ぽそう、はい、癖が強い中村秀長さん、怒られてもヘラヘラしてそう中山学さん、大事な時に限ってお腹痛くなりそう長谷義信さん、ガンダム好きそうこれは実は七枝千夏さん、ドッジボール強そう成田あゆこさん、荷物多そう、西川里穂さん、話の導入、え、ちょ、聞いて、ぽそう西澤義嗣さん、甘えられるより甘えたい派ぽそう、西島浩二さん、口喧嘩強そう西村、あ、待って、西澤義嗣さん2枚だ、ちょっと待ってね、西澤、そうだよね、義嗣さん
で、西島浩二さんで、志村、あれ何時からだっけ、15分でね、あ、オッケー、まだ大丈夫。お茶、あ、お茶ありますよ、ここに、はい、すいません、ありがとうございます。西島浩二さん書いた、西村環奈さん、西村環奈ちゃんも2、これね、本当はちゃんとかくんとか書いてあげたいんだけど、3で統一だから3で統一させてね。はい、かんなちゃんはかわいい、かんなちゃんは正義、できることならクラクラに入れたい。はい、西村真也さん、ほっこりしたホームビデオ見て深夜に泣いてそう。深夜だけに。布村貴博さん、ゴルフ好きそう。沼澤春樹さん、歌とかで軽率に感動できるタイプっぽそう。根本和樹さん、お腹空いた時機嫌悪くなりそう。野崎風花さん、さまざまなピン止め持ってそう。信岡清幸さん、いじられキャラっぽそう。野村正史さん、いろんな女泣かせてそう。萩野博之さん、船舶免許持ってそう。橋田博史さん、あれ根本和樹さんも2、ちょっと待って、根本和樹さんって私2書いてないよな、はい、根本和樹さんと、ちょっと待って、どこから書いてないかな、西沢おい、分かんなくなったぞ。西澤義嗣さんが2枚書いてる、かんなちゃんも2枚書いてる、分かんな、西村さん、マジ大変なんだけど、布村貴博さん、あ、布村貴博さんから書くわ、待ってね、はい、
キュッキュ嫌な人ごめん、もうなっちゃうもんは仕方ない。で、山沢春樹、根本和樹さんがもう一枚、はい、リカちゃんの顔え、キュッキュ本当嫌な人ごめんね。で、野崎風花さん、信岡よしよ、よ、の、の、僕は清之さん、野村雅史さん、萩野博之さん、で、橋田博史さん。サーフィンして生きてそう。長谷川茂さん、学校の時のあだ名しげちゃん、ぼそ、ハセスモモさん、やばい、かわいい、ハセスモモかな、それともハセスモモさんかな、いやハセスモモさんだな。いやもうほんとどこで区切るかわかんないんだよね、失礼だったらごめんなさい。ハセスはちょっとわかんない、いやでもありえるか、ハセルにあのシューとかのスとかでハセスでもありえるか。服部美希夫さん、浮気してバレた時の言い訳パターンなさそう。花島たかしさん、年上にトリールのうまそう、浜野舞さん、元彼のインスタ覗いてそう。鬼失礼。早見武宏さん。なんか思いついたやつがさ、あまりにもひどすぎて言うの迷うときあるんだよね。歯磨き粉のにお。ぽそう。引田明宏さん、じゃあこれで終わろうかな。手じゃない方でご飯食べたりしておちゃらけて怒られてそう。はい、ということでね、ちょっとここまでに、ショールームではここまでにしたいと思います。この後も私ちょっと話し会があるので行ってまいりたいと思います。引田明宏さん、はい、ということで、後でまたやるね。
ありがとう。7位がやばい、7位がたけたけさん、6位がはるさん、5位がめぐねさん、2位がけんしょうさん、3位が堀越さん、2位がおふかさん、1位がごーちゃん。ありがとうございました。バイバーイ。